明治31年に亡くなった由紀浅次郎さんのお墓に彫られた車人形。車人形の人気のあったことを物語っているね。幕末から明治にかけて八王子の近在で大流行した車人形。不思議なことに江戸やその後の東京では全く流行らなかった。それは一体なぜなんだろう。まあ普通文楽は義太夫で演じられるのに、車人形はほとんどが説教節だとすると、謎を解く鍵はここにあるのかな。まあ、ところで説教節とは、大仏伝記語りまする太夫、八代目薩摩津賀太夫、三味線京屋浜尾、寛駅を目玉献上の場、そのため工場都在東在。言葉に感激よ何思いけん、取るより早く突っ立ち上がって大恩あげ。現在の説教節はお経から起こり、江戸の中期には全国で歌われた。しかし義太夫が流行ると江戸では廃れ、八王子などの地方都市だけに残ったんだ。とすると義太夫が大流行した幕末の江戸と八王子を考えてみる必要がありそうだね。